ジュール・アントワーのカスタニャリは、フランスの政治家、ジャーナリスト、美術、批評家。1874年に開かれた第一回、印象派展への批評の中で、印象派という言葉を生んだ。1830年、カスタニャリは、西フランス、シャラントマリティーム県の都市サントに生まれ、パリで生涯を過ごした。自由主義路の強い政治ジャーナルである、レモンド・エラストレー、レシークル、 で、レナイン・ジョーヌに寄港し、1857年から1879年にかけて毎年恒例のサロンドパリを論評した。パリ工場戦に際して、地方の共和統計報道機関を組織し、第2帝政崩壊以後、反共権主義的共和党員として、第2の政治キャリアを歩んだ。パリ市議会や国務院、歴史的記念物委員会の一員となり、 パリ国立高等美術学校の指導教官を務めた。1881年には、レオンガンベッタ内閣の閣僚ポストに指名されたが、短命に終わり、翌82年に辞任した。彼は、親しい友人であった画家、クールベのカスカに入り際に入る電気を執筆していたが、1888年に、未完のまま、よう去りパリのモンマルトル墓地に埋葬された。ありがとうございます。